子育てフルーツお使いになりますか？皆さんお疲れ様です。お使いになりますか？いい、いらない。久しぶりに母とモーニングに来ています。来た、うん、ぎっくり腰も良くなって元気を取り戻してきた母です。最近食が細くなって筋力も低下してきて一回り小さくなったような気がします。でも元気ならいいか。お待たせいたしました。あ、すいません。ほら、はい、すいません、お待たせいたしました。モーニングは税込み500円です。これだけついて500円って安いですよね。隣が産直市場になってて新鮮な野菜や卵を使っているのでとても美味しいモーニングです。ではいただきます。さて私の体調なんですけど、シムジアを摂取して1週間が経過しました。摂取した翌日から痛みや腫れが引いてとっても体が楽になってきました。なんと痛み止めも服用せずに過ごせています。ただシムジアと同じ日にステロイドも摂取したのでシムジアだけの効果なのかはまだわかりません。来週リウマチ会行きまたシムジアを摂取するのでその時まで変わらず今の状態が続いていたらいいんですけど、私の場合は最初良くても少ししたらまた薬が効きにくくなってくるというパターンが多いのであんまりぬか喜びするのはやめておこうと思います。最近新しい登録者さんが増えてありがたいんですけど、私の動画がリウマチ患者さんの不安を煽るような内容になっているかもとちょっと心配してます。こんなに痛くなっちゃうの？私も薬効かなくなるのかしら？関節変形しちゃうのかな？そんな風にネガティブな感情を抱かせてしまってたら申し訳ないなと思います。リウマチという病気は人により進行や症状など千差万別様々です。ですのであくまでも一患者の一症例という感じで、こういう人もいるのねくらいな感覚で見ていただけたらと思います。ネガティブなことを発信しがちな私ですけど、その時その時の感情に嘘をつかないで、辛い時はしっかり落ち込んだりネガティブな感情をぶちまけながらもそれを前に進む原動力にしていきたいと思います。長いリウマチ人生なのでそうやっていろんな感情に折り合いをつけながら前に進んでいけばいいかなと思ってます。ごちそうさまでした。母も頑張っていっぱい食べました。ここお運びロボットが活躍しています。すごいですよね。でこの運んでくる時に音楽がなるんですけど、もうこの曲が耳について離れないってずっと母が言ってました。さあ
モーニングを食べたので、今から隣の産直市場の方へ行ってお花を見に行ってきたいと思います。今日はとても天気がいいです。朝までちょっと雨降ってたんですけど、もう青空になりました。サボテン。母はどんなお花を買うんでしょうか。私は花のことは全く分かんないので、どの花見てもなんか同じように見えるんですけど、母はしっかりいろいろ選んでます。これにするのかな、こっちかな。この花何だろう。2つだけボンと立ってるもんで、何のお花なの。パンジーかな。見えるとこよくわからないけど、これ食べるやつあれ植えてあるけどさ、なんかこれずっと縫ってくるんだわ。どうやらこれを買うような感じです。はい、うちに帰ってきました。こちらはうちの庭になります。さっき買ったお花はここに植えるみたいです。このお花めちゃくちゃ存在感ありますよね。何の花か知らないけど、あ、紫陽花が咲いてる。初夏だね。最後までご視聴くださりありがとうございました。それではまた。